どうもさん、こんにちは、のあです。さあ、今回なんですが、今段の顧問がマジでやたらと強すぎるっていうことで、今回はですね、顧問カードの、人造人間17号を激しく使っていきたいと思います。はい、アビリティ効果こんな感じ、ロトを燃やす熱き死闘、どちらとかな、とを燃やす熱き死闘、戦闘力バトル勝利時、終了時ですね、毎回3000以上の差をつけて戦闘力バトルに勝利していると一番ダメージを与える敵を、攻撃する。さらに、敵チームの攻撃時、自分チームの HP を、受けるダメージを 20% 軽減、 HP が減れば減るほど効果がアップするという、効果を持っています。最大で 80% ですね、確認できている限りでと。なので今回軽減ゴリゴリ特化で5連久々に使ってユニットも組めるようにしてあります。でアバター人造エリートにして記録サポートしながら、最後ですね、フリーザ復活でパワーで、ね、めちゃくちゃ上げてからのダブルアタックをしたい。で今回でいうと、悟空の神の木の形態が3人分入ってます。ゴッド、兆し、身勝手の極意と、で1人がこれね、ギラギラの、ブラッドオブサイアンという、感じで、なかなかデッキも見栄えもね最高と。でアプリのラウンドはぶっちゃけ何ラウンドでもいいかなっていう感じなんだけど、2でいってみますか今回は。さあ一応2ラウンドアプリにね VR が仕込んでありますので、お相手がそのキラカイデッキだったとして VR8 人出しされるとゴッド貫通されちゃうのね。それの対策で一応 VR 召喚とか、ウルゴッドとか、さらに軽減固くしてもいいし、いやとにかく今回のデッキでいうとね、めちゃくちゃ軽減率がね、やばいぞこれ。ブラッドオブサイヤも軽減上がるのに、でゴッド上がるでしょ。最近だとちょっとね、軽減がゴッドだけじゃ全然追いつかないので、そこにさらにこうやってバンバンっていう感じで軽減をカチコチにしてますので、例えば、あのベジータもそうなんだけど、軽減ダウンでいうとね、ブーとかベジータ、チルドみたいな、そこら辺に関してはもう全然まくれるとね思います。さあ1ラウンドアプリ、極みスタイルですね。お相手極みスタイルの女の子ヒーロー、かなり珍しいですが、これはユニットを狙ってくるのかな。バダクとスーパーサイヤ人の悟空が見えなかった気がするんだけど、ちょっと女ヒーローのデッキ、どんな感じなのかすごい楽しみです。あと何がいたっけな、トランクス、トランクスなんだ、ダブル戦闘力制限かな、あれ多分ユニットかね、カプセルなんだけど、さすがに大量カプセル使う人はいないでしょ。でベジットは貫通だとして、魔人ベジータですよね、やっぱり。かなり攻撃的なデッキとなってます。そうですね、でもダブル制限ユニットだったりか、セントル制限効かないのか。ちょっと難しくないそれは。さあ1ラウンドアプリ何を使ってくるのか、7000制限あたり、静寂の空間アプリだった、なるほど、それはだるい。固定ダメージどうしようかな、これ消すか。いやこれジレンでマグジの固定一応このラウンド消せるんですけど、貫通ベジットがいるんですよね。いやこれ貫通された方がだって怖くない普通に。じゃあこうかな。一応ね、軽減カチコチにするのはいいんだけど、あいつ絶対来るなと思ってこれ入れたんですけどね、今回は結構刺さってるんじゃないかなと思います。さあ腎臓は下げた方がいい。これでゴッドは絶対身勝ってくれるんで、あとリンクラインだね。リンクラインをどこに当てるか、ここら辺かな。で、フリーザ復活も別に出して OK。 でもそうだね、貫通怖いけどパワー1にしちゃえばそんなどうってことなくない。あとはちょっと戦闘力どこまで出すかな。8750、いいんじゃない。いやこれ多分相当硬いよ。もっと変身できるしね今回。おお突っ込んできた。戦闘力すごいな相手。いやこれでちょっともうジレンでね固定ダメージを消すっていうのができなくなっちゃったんで、やっぱりここ強いですね、フリーザ復活が入ってる固定ダメージ。なるほどね。そっか、おお来たー。待ってこれは強い。戦いを制する孫悟空強い。今ね、これ何も考えてなかったんだけど、
この悟空なんですけど、同じアタックエリアにいるキャラクターの倍増と固定ダメージがね、これ無効化できるんですよ。つまり今ね、たまたまヒットした相手の3000エリアのキャラクター全員の固定と倍増が消えてるということで、今回で言うとあのマジンベジータの固定が怖いっていう、ね、話をさっきしてたと思うんですが、それが打ち消されてます。来ましたよ皆さん、マジンベジータ対策としてこれ1枚どうでしょうか。はい、なかなかいいね。ブラッドサイヤンの身勝手ちょっといいかもこれ。まあ当たらないときはとことん当たらないんだけど、でもこれで 20% 軽減も最初についてるので、そうですね、 20% ので 50% 軽減かな、ゴッドで、でさらに 50% で減らしていくことになるので、はい、なかなか軽減率は凄まじいのですが、このラウンドだけ怖いのが、貫通、はい、貫通攻撃がありますので、これで一応そうですね、ガードと軽減が全部無効化されてますが、あーロだったね、ロを燃やす熱き闘志。でもあのベジットの効果永続じゃないんで、そう赤き仮面と違うんですよここは。はい、なのでここはパワー1で普通に守れて、あーいいね、で固定も無効化できてて、お完璧じゃん。はい、本来だったらこれで4500ダメージ食らってたんですよ、マベジで。なんですが制する悟空のおかげで、はい、食らいません。でもちょっと待てよ、あ、奥義はちょっと誰、これがよくわかんないけど多分ダブル戦闘制限と、あれ強いの、使ったことないんだけど、あーでもなんかやっぱり貫通だから食らってますね。パワー1で貫通、3人分必殺技5900ダメージ、強い。これはちょっと他の攻撃は止めていきたいところ。特にベジータに関しては軽減下げてくるので、あのベジータは絶対食らっちゃダメ。ただあれか、 HP 減れば減るほどあの17個が効果アップしていくから、まあどっちを取ってもいいっちゃいいのか。防いでもダメージ減らせるし、削られたら削られたで効果アップするし、で次のラウンド怖いのがこのベジットの転送ね。そうで、これがあるから、それを17号とブラッドとこの悟空のねゴッドの軽減でまあ止めていくって感じなんですが、なるほど、まあベジータ入っていくか、これは厳しい、ちょっちゅ厳しいかなそれは。あーまずいよこれ。さあお願い、1000ダメージ超えて、ベジータが1000ダメージ超えてくれれば、いやいけるいける、さっきだって3人で5900だから、多分これ2000ぐらいは入ると思うんだよね。2000だったらでもあれじゃない、あーいいね、軽減、あー 2.5 倍、よしよしよし、いいよ、 2.5 倍は大丈夫で、これがバーダックであってほしくない。よし、バーダックだった、ごめんバーダックだった、いやーバーダックか、まあまあ5000もあるけど、どっちかなこれ、どっちも嫌だ。さあバーダック、なるほど、これで 2.5 倍の 1.5 倍ですね、ゴッドが。でもそれをね、圧倒的に上回っていく軽減効果で、はい、なんとかしていきましょう。あとは次のラウンド一応ジレンに変えてもいいんですけど、そうだね、まあ、固定多分無効化できないから、なんかこうなるとで置物なんだよな。いやちょっとこれジレン置物すぎるんだけど、あ、いいや、じゃあ、チェンジスイッチしてジレンに変えて、であれすればいいんじゃない、ダメージ2倍、攻撃時にダメージ2倍とパワーも2倍でしょ。あー、じゃあまあまあまあ一応完全置物ではない、固定は無効にできないと思うんだけど、まあまあまあそれで一応仕事しまれましょう。さあこれはどうだ、貫通で、あー、パワー1だから、まあまあまあ3000固定考慮で、まあ3500ぐらい、あー素晴らしい、3033ダメージ、奥義レベル9かな。さあ来たよ、うわーいいね、見栄え最高。さあまずはここ決めていきたいですね、これで軽減を下げていきたい。うわなんだそこ、ガバー際マジか、いやエンターテイナーでしょ2800ダメージ、なるほど、あ、相手守るカードないんだ、まあ、強いて言うとバイバイがあるけど、まあ、バイバイぐらいだったらって感じだね。あとは戦闘力制限どこで使うかっていうのもちょっと悩みどころなんだけど、正直言ってダブル戦闘力制限とこのトランクスがねだとすればあれなんですよ、戦闘力制限効かないんで、今自分が考えているのが7000制限使って
で相手にこのユニットを使わせるっていう。で3ラウンド目で戦闘力制限かければ3ラウンドは絶対先行取れる。でも次のラウンドで例えばこっちが戦闘力制限ユニットを温存して、で3ラウンド目に相手もダブル戦闘力制限ユニットを温存されると、ね、あの1万2000クイックになっちゃうんですよ。でそれはちょっと一番避けたいなっていうのがあるから、なんかやけに強いね。何これ何これ。それ考えたらやっぱり7000制限かな。使わせよう。そしてこれでダメージも与えられたんで、いや多分7000制限かけて普通に先行取れればね、そのまま削り切れるような気がするんだけど。あー来た、いいねいいね。おーかっこいい。乳首がめっちゃ綺麗、乳輪が綺麗。2224ダメージ。そしてサポーターのガードと軽減効果が上付く向こうと。さあ来た。相手のアプリもないんで、まあやっぱ7000制限でいいと思うんだよな。まあいいんじゃない。で 40% 軽減、いいね。ブラッドサイアンいいですね。さてこれはスルーで、あと思ったけど17個のユニットが使える、もしかして。いやでもこれガードマイナスいないからあんま見ないんだよね。あちなみにこの17個のユニットも強いんですよ。これガードが初期値より下がっている仲間がいた場合、その仲間のガードを戻して受けるダメージ半減です。つまりフリーザ復活でガード下げられた場合、まあ例えばゴッドとかがガードゼロになりましたとしたら、ガードを戻してダメージ半減つくんですよね。これここまでやっちゃえば魔人ブーの10倍ダメージ受けたところで全然耐えられると思うんで、まあ、それもちょっとねやりたかったんですが、まあこれはでも今やっても意味ないよね多分。そう今やっても意味ないんでこれはスルーで。さあおお使ってくるんか。うわマジか。使うのそれマジで。何それ。あちょっと待って、よくわかんない。ちょっと待って、なんか失敗した。はい一応クイックは取った。で5000固定で先行取れんじゃない。それ使ってくる人いるマジ。行くか。でこの5000で先行取れるんで、はいいいですね。ああ食らってるようで食らってないんだよなこれ。でまさかのねダブル戦闘力制ユニットなんですけど、ああ外した。ブラッドサイヤー外した。まずいなそれ。魔人ベジータやばくない。おーなんだこれ、なかなか見ない光景でしょ。はい12000対12499。まあダブル戦闘力制限ヒットっていうのが、そうですね、おぞっと お互いのチームにかけるみたいな効果で、正直あんまり使い道が分かんないです。自分だけだったら分かんだけど、そうなんかね、両チーム12000にするとかいう謎のユニット技でよく分かんない、でこれはバイバイ、バイバイかかってるこれ。あーうまいね2300。あーバイバイかかってるんだ。じゃあ技決めないときついか。さあノートちゃんかわいい。あいいね相手のデッキ。あーまずい。いやまずいなそれ、それはまずいですよ。さあこれが強い、ここは決めないとまずいね。まずいよそれは。ほんとみんな防御うまいよね、防御チャージみんなうまいよね。おっとこれまずいんじゃない。いやこれまずいね。素晴らしい、マジで軽減効果すごくない。やって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 、起こして起こして。やらないよねですよね。あーっとまずいなこれ。3000が1,2,6000の12000の、あやばいこれ死んだかも。待ってよ
ボットの硬さは素晴らしいんだけど、いやこれ耐えられる？だってうわなんでオメガなのマジで。軽減効果何パーセントぐらいなんだろう今。うわダメだこれは。ダメだ、マジンベジータが強かった。くっそー、ジレンじゃ無効にできないし、無効にするにしても5000クス入れないとダメだね。なるほど。いやまさかのドストレート負けという、まあ、だったらなんか乱戦が良かったのかな。うん、2万3000もくらんだ。うわベジータやば。え待って、今でも結構軽減率あったよ。え 40%50% でそんな柔らかいの。うわあれでもあれガードは、えガード考慮して今のダメージだった、もしかして。あ、キラカイで 2.5 倍だからかな。いやマジか、結構自信あったんですけどね。いや絶対耐えれると思っちゃった今のは。マジで絶対に耐えれるなって思ったらやっぱちょっと足んなかったですね、軽減が。あとやっぱりマシンベジータがバカ。シールドかな。あーキラカイがいる、ゴッドキラカイ。あーやだやだ、男サイヤーで、あーなんだあの身勝手は。まあ今度の宿だと仮定して相当きついですねこれ。あーやだな、やっぱ男の子 なんだろう、ほんと腎臓を使ったら来んだよね。最近男アバター全然さマッチングしないと思ったらなんか腎臓を使った瞬間に来るから、もう正直ねアバター変えようかなと思ったんだよこれ。どうせ男の子で対面不利になるから、なんかねポルンガータにしようかなと思ったんだけど、うわーこれはどうしたらいい。キラカイって言ってもまあ今回流星じゃないしねこっち。でもあいつの軽減無効がちょっと厄介なんで、うんーまあ腎臓は出せないかな。あれ待って、オゾットいないんだ。あなんだあの身勝手、まあわかんないわ、もう身勝手わかんないわそれ。ヒーロータイプとか言ってるからチェンジスイッチと仮定して、まあこうですかね。これゴレンジャーはどっちがいいの、これ変えた方がいい、いやエナジー貯めた方がいい。でもゴッドでどうせエナジー溜まっていくんで、まあ、まあまあまあユニット打てるでしょ。で、まあ、ジレンにする意味もあんまないけど、あーキラカイが一応消せんのか。あーそうですね、キラカイの1500固定一応消しながら、あとは火力を上げましょう。はい、でゴジットですね、相手ゴジットにチルドという連撃フリーザまでいますので、ちょっとサポーターはまあ作れて1人かなと思います。はい、じゃあまあまあこんな感じ。え、でも耐久力そんなある。あーチェンジスイッチの身勝手で1回守れんのか。で多分ゴッドだと思うんだよね。え、どうしよう、あれゴッドじゃなかったら全王悟空だったらやばくない。まあでも行くしかないんで、はい、いや大丈夫、全容悟空ではないよ。だってさキラカイって全容悟空ってありえなくない。はい、いいっすね。7枚出しなんで気力長弾がかけられないんで、これはかなり都合いいですね。さあ変えてくる。おーっとなんだそれ、技封じしてきた。はい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 、あ、でもちょっとうざいかも。あ、いいね。はい、また何も考えなかったら、身勝手が当たってくれたんで。ちょ、これもうブラッドサリアの身勝手なんかいいっすねこれ。結構何も考えないと当たる傾向が。あー、おーで必殺封じか、オッケーオッケー。あれあれあれ、待って、必殺封じちょっと強いかもね、そのチェンジスイッチのベジータと僕。なんかさ今の環境やっぱデストロンガスライチも強いぐらいだから、あれでさベジータに変えてジャネンバと一緒に使ってさ、はい、なんかねジャネンバと合わせて全員技封じしたら強そうじゃない。そうチェンジスイッチのベジータで海洋神アバターかな合わせるとしたら。あれ待って、それ強いかも。それそれそれ、王子の見極め。え、だってそれマジンブーの対策もできるよね。マジンブーの記録ダメージっていうか、まあ記録メーターめっちゃ減らせると思うんで、あのベジータいればで、カイアバター合わせれば結構強いかもね。
さあここで6本使ってくるか。あーでゴッドでしたねやっぱり。わあすごい、何これ、何これってレベルで硬いんだけど、まあ、キラカイがちょっと食らっちゃうのかこれ、思ったよ。え、これまずくない？ですよね、キラカイがやばいですねこれ。4倍のガード1の軽減無効の必殺技ありっていうことで、これまずくない？大丈夫？あ、でもなんか食らってなくない？え、いや、え、どういうこと？ちょっと待って待って、え、どういうこと？あー、そうでもなかったし、え、謎なんだけど、なんで押さないんだろう。はい、謎の、え、何にかけてんの？どういうこと？ちょっとわかんない、何にかけてるのかわかんないけど、はい、ラッキーだったね。さあ、こういう時にクリリンが欲しいのよ。クリリンがいればキラカイなんて怖くない。あ、そもそもあれだよこれ、あのブラッドサイアンで ダメージ倍増消えてるじゃん。あれなんかこれちょっといいかもしれないですね、ハマれば。そう、ハマれば正直ここの枠うがつでもよくねっていう感じがしますが、まあハマったらこの身勝手は結構強いと。でも3分の1で固定ダメージの倍増を消せるからさね、まあやっぱ今の時代だとフリーザ復活のせいで3000エリアめっちゃみんな使ってくる傾向にあるじゃないですか。なのでそこで3000エリアに置いとけば基本的にね、高確率で相手の固定と倍増効果が潰せるという、そう考えると、ね、この身勝手にせよ、あとロゼ仮面にせよ、ちょっといいかもしれないですね。あと誰だろう、オゾットとか、そういうデッキも面白いんじゃない、ね、アタックエリアにさ、その1000エリア、2000エリア、3000エリアにさ、それぞれ、ね、ブラッドサイアン、ロゼ仮面、巨大化オゾットって置いて、どれが当たっても強いみたいな。ちょっとネタデッキですけど、あー9位か、OK です。はい、9位っていうことは、65% ダウンやられるとちょっときついですね、次。でもまあ削りはいい感じ。お、いいね。おー、でかいよ。さあ、お相手はやる気がなくなってしまったのでしょうか。さっきから何なんか捨てチャージのようなあれが続きますね。で、これが強いよ。さあ、2.5 倍。いいね。憂いなき闘争が強い。一応、ゴッド1回でも 2.5 倍できたのは、これマジででかいと思う。17号のニットをこれ使うか使わないか問題。ぶっちゃけ使わなくてもいいとは思うけど、一応見てみますか。それかもう2000制限貼っちゃってもいいんだよね次で。そうする？なんか使う意味がない気がするんだけど。基本的にこれって3ラウンド目あたりじゃないとあんま意味ないしね。なんか髪がくっついてるし。あ、何これ、切れたっぽくない？はい、回線切れましたので勝ちですかね。超電圧爆裂弾、はい、17個の必殺技ね。いつだっけなこれ入れたの。いやでも結構前に入れたユニバースミッションとかに入れた、はい、必殺技ですが、まあ、これで一応サムネイルが完成と。これね、これさ、未だに謎なのがさ、ドラゴンボールスーパーの最後ってこれ17号が最優秀選手になったじゃん。でまあまあまあ、今までのねセオリーだと、まあ、悟空がさ最後に残って優勝みたいな流れにするところをね、まあ、フリーザの目だったと思うんだけど、ね、なんであれ17号だったんだろうね。なんかあれが未だによく分かってなくて、そもそも17号ってさ、まあ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 強キャラ、いや強キャラでもないと思うんだよね。スーパー17号は分かるよ。でもさ、このただの17号ってね、修行したとはいえだよ。セル編のさ、ね、スーパーサイヤ人とかと、まあ、互角なレベルでしょ。でそこから換算するとまあそうですね、なんでスーパーのあのインフレ環境についていけてんのかも謎だし。でもっと言ったらさ、その17号ね、その
治療してるシーンもないわけですよ。だから なんなのそのオイルでも変えたのみたいな新しいオイルにしたんですかみたいなさ。そう なんか17号が最終的にね生き残ってなおかつ最優秀に選ばれるっていうのは何があったんですかね結構ね自分の中でそれが謎です。はい、公式が好きだったのかな。ドラゴンボールスーパーの公式がワンチャン17号が好きだった説それがさ、ヒーローズみたいにねこう兄弟で合体みたいなねいう風にしてなんか強キャラになるんだったら分かるんですけど、はい、これ勝ちだよね多分。え、もう相手守れないよ。いや、行っちゃおう。そう、スーパー17号的な。お前は俺、俺はお前、一つになるのだみたいな。さあさあ、はい、行ったね。よし、気持ちいい。いいね。ああ、いいね。キラカイ最後にぶっ潰して気持ちよく終わりましょう。あ、いいね。一番ダメージ与えられる敵を攻撃ってこれキラベジとめっちゃ相性良くない？あー、まあ今回はゴッドいるけどこれ軽減落としたところにね、これヒットすればさ、まあ悪を断つ刃のトランクスみたいな感じでね、軽減落としながら一番ダメージ与えられる敵を攻撃誘導っていう感じで、お、強い。何これ。え、君ゴッドだよね。あれ、ゴッド君、君いつからそんな柔らかくなったの。あー、いいですね。さあ、ベジータと悟空の必殺技なんですけど、はい、これ悟空のやつがね、あの自分すごい大好きこれ。さあ、あーでもやっぱこれもいいよね。やっぱベジータと言ったらこれだよ。ファイナルエクスプロージョンですよ。あー、こんなこともあったなーみたいな。これはヒーローゾイジャーなのかな。はい、そしてきた、これかっこいい。あー、いいね。ほんと最高。ブラッドサイヤー最高すぎる。おー、いいね。最後いいね。身勝手の極意最高にかっこいいな、これめっちゃかっこいい。しかもこれ安いんで、うん、普通におすすめです。この編成だったらめちゃくちゃジャストフィットしてるし、やっぱね、この身勝手の軽減ってその全体が永続で上がっていくんですよ。これそのラウンド中じゃなくて、ほらここね、永続ででしょ。だから最初 20% 軽減が永続でついて、その後にまた 20% か 40% か効果アップした軽減が永続でつくっていう感じで、どん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 こう硬くなっていく。だからそこがゴッドと似てて、そうだからね、この身勝手の悟空ね、普通にありだと思う。で、あとあれだね、固定も消せるし、まあ、メテオはそんなに活用方法ないかもしれないけど、まあ、一応おまけでついててみたいな、感じでなかなかいいんじゃないですか。はい、まあなんか身勝手ブラッドサイアン使ってみたみたいになってるけど、はい、まあ、今回こちらですね、はい、人造人間17号、はい、使って遊んでみました。はい、なかなか良かったと思います。で、一応代用として身勝手がまあまあドッカンゴジータでもいいかなって感じなんだけど、まあでもこれでね、いい感じで勝ってたんで、はい、この編成17個のね、この編成結構おすすめです。これは絶対欲しいね、貫通怖いから。はい、ということで今回の動画もよろしければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。